真央さんの花嫁衣装、市川海老蔵を初めてデザインした花嫁衣装、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんの母堀越喜美子さんが2018年4月2日に團十郎の妻、海老蔵の母として歌舞伎役者に寄り添い続ける人生についてインタビューに答えた。喜美子さんはインタビューで小林真央さんの結婚式での花嫁衣装をデザインしたことについて話した。実は私が初めてデザインした花嫁衣装は真央さんの打ち掛けだったんです。打ち掛けはその人だけのものですから。真央さんのことをよく見つめて、彼女にはピンクが似合うんじゃないかなと思いながら配色を考えたり刺繍の模様を考えたりしました。白むくも中に着たものも一つ一つ全部とても時間がかかりましたけれど、美しい花嫁姿を頭の中に描きながら心を込めて作りました。どなたかに贈り物をしたい時にはその方に思いを寄せつつ、気持ちをおもんばかりながら、すべての工程を丁寧に進めることが大切ですね。本当はこういうことを真央さんに伝えられたら一番いいですよね。でももうそれはできなくなってしまったので、と喜美子さんは心の内を語った。心を込めて作りました。市川海老蔵。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。